今、大久保くんのとこ、ノビーのところでですね、ジブリッシュプロフェッショナルって言って、ジブリッシュをこう、深めていこうというね、メンバーが、今、1期、2期と卒業して、今3期の人がやってるとこなんですけども、カズッキーくんが、今3期生なんですよね。あ、3期です。3期生で、来週の土曜日が、来週だったかな？そうです土ね、曜来週です日ね。にね、最終日というか、そこでこういろいろと、いろんなことをこう、発表する場があるのかな？ね。で、一応そこで、卒業というか、一応、2期終了いたしましたという形になるので、ちょっとね、皆さんに、こう、ジブリッシュの、いざなう練習をですね、してもらおうかなというふうに考えてますので、前半はカズキーにね、ちょっとお任せして、皆さんもカズキーのリードでですね、ジブリッシュを、体験してほしいと思うんですけど、もう、ジブリッシュは長いですか、皆さん。ジブリッシュ、喋れるぞーって方。はい、そこそこだよっていうか。ちょびっととか。もうちょっと、初めもうちょっと、て初めて。ね、初め初てめなんでて。すね。ね。はい。感じさあ、が。初めての方がいる。もう、その方が、初めての方がいてくれる方が、いいんですよね。いいですね。はい。はい。ゆかさんですね。初めての方。はい。では、ゆかさんがもう、この、50分ぐらいの間に、もうジブリッシュペラペラになるように では、始めていければなと思っています。では、じゃあ、前半ね、カズキお願いします。はい。さあ、よ導ろ入しのくお部願分いをしさせていただきます。ます。ジブリッシュ話すには、まずは3つのステップがあります。口パク、小声、普通の声で出すという3つの段階があります。ステップをやっていきますのでね、話せるようになりますので、安心してください。で、まず、ちょっと待ってね。今、もう一人初めての方が参加しました。千春さん。おはようございます。おすいはまようせん。ございます。よろしくお千願い春しさんまもす。ね、無理やりというか 一度ジブリッシュやってみて、ということで、今日初めてですよね。誘っていただいてありがとう初めございてなんですね。ます。初めてですよ。すごいですよ。では、今日はですね、前半、アシスタントじゃないんですけども、カズキー、ちょっと、2枚目の男の子というか、若い男の子をですね、ちょっと用意しました。用意しましたじゃないですけど。ちょっとね、ジブリッシュをちょっとこう喋りやすくするためにね、いろんなステップがあるので、それを、じゃあ、カズキに、やっていただこうと思います。では、よろしくお願いします。はい、お願いしお願いします。ます。まだ3つの段階があります。口パク、小声、そして普通の声で出すという3段階があります。3つのステップを踏んでやっていきますので、話せるようになりますので、安心してやってみてください。で、まず、口パクからいきます。で、ということでですね、まず、顔の筋肉をほぐすということが、非常にジブリッシュを話す上で大切になっていきますのでね、口をパクパク動かしたりですね、表情筋をとにかく動かしてですね、顔の筋肉をほぐしていきたいと思います。では、真似をして口をパクパク動かしてみてください。この時にですね、口も目も、口はいろんな形に動かしてですね、表情もバーッと開いたり、くしゃーっとしたり、ぐにゃーっとさしたりですね、とにかく顔中の隅々まで表情筋を動かしてみてください。で、普段ね、動かしてない筋肉をね、動かしてみましょう。あ、いいですね。いいですね。あ、そうそう。いいですね。恥ずかしがらずにね、もう口をパクパクね、動かしてみてください。はい。では、その3倍いきましょう。3倍のスピードで、どうぞ。
はい、ありがとうございます。普通に戻ってください。まあ、なんとなく動かせてみたいな、動かせてたような感じがするんですけどもまあだんだんねできるようになってきます。次はね、身振り手振りを加えていきたいと思うんですけども、でまずはね口をねパクパク、この動きにね身振り手振りをこう加えていくんですけども、加えるときにですね、こういう感じではなく、こうやったりですね、こうやったり、とにかく手をね大きく動かしながらやっていきましょう。口もセットですからね。では行きます、どうぞ。あ、いいですね、いいですね。あ、そう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 、そうですよ。もうね、しっちゃかめっちゃか、もう口も手もね、もういろんな動かし方してください。はい、戻ってください。はい、 OK です。いや、ありがとうございます。いや、皆さんも特にゆかさんも初めてとは思えないですね、いい感じでやりました。ありがとうございます。非常に向けるんですか。素晴らしいです、よかったです。では次にね、小声で出すというところにね入っていきたいと思います。で今度は逆にね、口大きく開けなくていいですのでね、こういう感じでむにゃむにゃごにょごにょ、むにゃむにゃごにょごにょ、むにゃむにゃごにょごにょという感じでね、声をね、まあ、どんな音が出るかなっていう感じでね、出してもらいたいと思います。では、いきまーす。むにゃむにゃごにょ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 例えばペタパタラバッテタパタテタバタラニャガバタラバチャカタバタラカチペタパタカバチャカバチャカバチャ、もう何でもいいです。もうとにかくね、どんな音が出るかなっていう感じでね、試しにね出してみてほしいんですけどもね。で、ちょっとねこう手を覆っていただきまして、どんな音が出るかなって試しにやってみてください。ではどうぞ。はい、いいですよ、ありがとうございます。OK、ありがとうございます。なんか皆さん出てそうな感じがしてたんですけども、どうでしょうか。千春さんとかどうですか。出て、まだ出てる感じですか。はい、出てました。はい、よかったです。ありがとうございます。そして今度はね、普通の声で出すというところにね、入っていきたいと思います。またね、ここから、スタートをするんですけども、僕がじゃあ普通の声でと言いましたらね、勢いよく、一緒に普通の声で出していきたいと思います。では、またここからスタートします。では、行きまーす。テテラパテラワタパテラ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 していきましょう。テラパチャ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 パチ
I'm a girl, I'm a rescue, I'm a girl, 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 I'm a ありがとうございます。いやもういいですね。素晴らしいです。こちらさんもゆかさんも初めてとは思えないぐらいちゃんと動けてましたね。ありがとうございます。でも体もあのほぐれてきたところで あっちゃん先生に戻したいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうですか、なんか言葉で出ましたね。出たらこれね、英語を喋る時の感じで、よく日本語でまず考えて英語に翻訳して、出すっていうやり方で喋るパターンと、ある程度こう英語で頭の中で考えてそのまま英語で喋っちゃうっていう人といるんですけども、あんまりこう変換しようとしすぎない方が楽かなと思います。本当に口から出まかせの言葉を喋ってるぐらいのつもりでね、なんかこう音楽を奏でるような感じ、イメージとしてはそんな方が楽かなというような感じがします。で、口がね、ちょっとこう、動きにくい場合は、例えば、早口言葉ね、こう、口をこう、いろんな動かし方をしたいときは、生麦、生米、生卵。ちょっとこれ言ってみましょうか。はい。はい。生麦、生米、生卵。これをね、だんだん早く喋っていきながら、それでも生麦生米生卵の言葉にはこだわらずに、こう口の動きだけ生麦生米生卵というこのこう口のこの動きに適当な音を加えるようなイメージでちょっとやってみましょうか。じゃあ、だんだん早くしてみますね。生麦生米生卵、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 生麦生米とかしか動かない場合は、こういろんな動かし方を、もうともかく体にちょっとこう慣れさすような感じでね。じゃあ次は、隣の客はよく柿食う客だでやってみましょうか。いきますよ。はい、隣の客はよく柿食う客だ。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 隣の客はよく顔の動きの練習しましたよね。もうともかく、口と顔との表情をもう ともかくつけましょうってやつ。あれに、もう普通にこう、もうこ、もうあいうえおでも、あいうえおでも、何か加えていくだけでも言葉になるんですね。じゃあちょっとそれもやってみましょうかね。言葉なしでやっていきますね、まずね。表情と口の動きと手の身振りの動き。はい、まずじゃあ普通にやってみましょう。ちょっと2倍のスピードで、はい、いい感じで動いてますね。はい、5倍の、はい、10倍の、
はい、もう一回5倍に戻しましょう。これちょっと言葉を、あの、音を加えて、あわじのままで頑張れと。いいですね、いいですね。いい感じ、いい感じ、いい感じ。いい感じ、いい感じ。だから何かデタラメな言葉を喋ろう、喋ろうとして、デタラメなことを喋ろうとすると頭の中ごちゃごちゃになっちゃうんだけど、先に、もう、その、なんていうかな。もう口の動きとか表情とか身振りを先にしておいて、それにこう音を加えていく方が、ジブリ氏は結構喋りやすくなったりします。はい。じゃあね、それでもってね、じゃあ、驚き、ね、何かこうびっくりした、っていうのを、ちょっとこう、今の、ジブリ氏で表現してみましょうね。例えばね、もう自分の家の周りの置いてあるもの。例えば、私の部屋だったらこういった時計が置いてあったりするんですけど、これも普通にね、生活してると時計ですよね。時計、時間を記してくれるものっていうふうに、頭の中ではこれってもう時計という道具として時間を表現してくれるものって認識しちゃってるんですけども、そうするとね、案外それ以上のことはもう見なくなっちゃうんですね。でも、じゃあこれ初めて、こう、例えば、宇宙からちょっと地球に、ちょっと人間とやらをちょっと研究しに来た人が、こう人間が住んでる部屋にこう入ったとして、で、俺、これなんだこれ、え？なんかピコピコ動いてるじゃないかとか言って、これなんだ、お、曲がるじゃないか、なんだこれ曲がるじゃないかとか。これは何の材質でできてるんだろうかとか、これボタンを押したら、おわ、へこむわとか、そういうこう、ちょっと日常にあるものでも、こう、ボールペンでもね、これはな、これどういうことだとか、これ、なんか色が別々、何種類もあるじゃないかとか、で押したら、お、出てきた、出てきた、すごい、びっくりみたいな。これねじるとこれ、よ、日常に置いてあるものとか、もうすぐそこにあるものとか、にもう驚けるわけですね。例えば、こうパッと見て上に屋根がありますよね。屋根というか、天井がありますよね。これ天井があるじゃない。これすごい。これ雨が降っても濡れないのか、最高みたいな、そういう驚き方もあるという。ですので、じゃあ部屋にあるもの、どんなものでもいいですから、うわ、初めて見たぐらいな感じで、うえ、すげえ、これ、なんだこれって、これ、色、何これみたいな。それで、ちょっと、ジブリし、でたらめな言葉で、ちょっと、驚いてみましょう。はい、では、どうぞ。わー、うちのもとからペタになっちゃう。エピデレションのところもたたきつけて、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 わあ、練習物子ばっかパラカバイシュー。出た。うわ、あの、もう、ちょっと、あれでも、おいしそう。心を、練習物子ばっかパラカバイシュー。パカペイシュー。うわぁ、練習物子ばっかパラカバイシュー。パカペイシュー。練習物子ばっかパラカバイシュー。ありがとうございます。ありがとうございます。このね、感情の中でね、驚くっていう感情っていうのは、本当人間にとって、とっても大事な、前向きになるね、感情なんだそうですね。じゃあ同じね、驚きでも、じゃあ、向こうの方から歩いてきた人を見たら、もう、
何十年も会ってない、本当こう、小学校、中学校からずっともう仲良しだった人が向こうから歩いてきて、うわ、まさかお前、なんとかじゃないか、うわーって言って驚いて、もう本当こう、こう握手したり、こう抱擁したりみたいな、ちょっとそんなのやってみましょうか。はい、じゃあ向こうから歩いてきます。うわー、僕はグルメとバラになっちゃった。いや、じゃあ次はですね、まあ、人と人とがね、関わると、やっぱりちょっと次に起こる感情っていうのは、ちょっと、あ、ちょっと恥ずかしいなとか、ね、あ、ちょっと喋るの、ちょっと恥ずかしいわ、みたいな。じゃあ、皆さん、初恋のね、初恋の彼、ね、彼女と、初めてのデートに来ましたね。で、何かこう喋ろうとするんだけど、あ、ちょっと、あ、ちょ、また、いやー、ちょ、あ、あれ、これ、かっぱ、あ、ちゃぱ、みたいな、こんな感じでね、恥ずかしい、ちょっと恥ずかしい感じを、デトラメ語で、表現してみましょう。どうぞ。あ、え、ちょ、あ、だ、また、あ、だけでちょ、また、また、パラッケ、あ、もう、よいしょ、あ、ま、すんの、あ、まげでしょ、あ、まげらめって、パラッケ、ただ、あ、まげらめちょっと、あ、ちょっと、あ、たパラッケ、やっちゃらもかっけらめたパラ、ま、あ、まげらしょ、あ、まげらめたパケらしょ、あ、まげらめちょ、あ、ねむからまかパラッケ、またかっぱけらしょ、まかた、あ、まげらめかけらしょ、てパラケタて、やたらめちょ、ありがとうございます。恥ずかしい。まあ、恥ずかしいもいろいろありますしね。ちょっとこう、本当ちょっと女性の前とか彼氏の前で、あ、恥ずかしいわというのもあるし、褒められすぎると、また、恥ずかしいですよね。あっちゃん先生は、かっこいいっすね、とか言われて、いや、それほどでもないっすけどね、みたいな。優秀なんでしょう、ね、そんなでもないっすよ、みたいな。ちょっとそういう、褒められすぎちゃって恥ずかしい感じで、ちょっとやってみましょうかね。自分のことをもうめちゃめちゃ褒めてくれる人がいて、いや、それほど、でもそんな、それほどでもないっすよ、みたいな。ちょっとそういう恥ずかしがり屋で、ちょっとやってみましょうか。はい、どうぞ。あ、ちょっと、あ、まだまじやな、もっとパラケペテ、ジェノム、え、めっちゃ、あ、もう、もっと、パラケペテ、ジェノム、パラケタタ、え、もっと、パラケペテ、ジェノム、パラケはい。はい、ありがとうございます。恥ずかしいね、感じもありましたよね。次はね、ちょっと腹が立つね。もう怒るというか、怒りの感情です。この怒りの感情っていうのもね、なんかこう出したらいけないような、感じはあるんですけども、やっぱり、生き物なんで、やっぱり戦うというかね、もう、この野郎、ちょっとあっち行けとか、やっつけてやるとか、そういうこう、戦うっていう、この姿勢って実は、結構大事なんですね。なので、この怒りの感情っていうのは持っててもおかしくない。当然持ってるわけで、持ってるってことに気づかずに置いておくってことが結構問題で、怒りの感情を抱えてるのにないふりをしていると、やっぱり体の中に溜まっていっちゃうので、たまにこうやって、
ちょっとジブリッシュでこう出すことで、あ、自分の中にもちょっと怒りの感情溜まってんだよな、なんて。あるいは実際に溜まってる人は、もうここでスパッと、吐き出してもらいましょう。まあ、今回は何に対する怒りっていうのは別に限定しませんので、もう身の回りの人とかね、旦那さんとか、子供さんとか、お父さんお母さんとか、あるいはこの社会に対する怒りでも構いませんので、ちょっと怒りの感情をじゃあジブリッシュで、表現してみましょう。はい、どうぞ。やっぱな、ちょろもこばら。やっぱ、くるくるくるしもこばらけちったのも。そのくるもこばらけばしもか。おもからでんすのもね、体じゃでもたらまけなのしょ。えばらまたばらでしんどかのに。おもからしもこばらでみつかのもか。いべけで、ぬてくるもくるしもこばらけちったのもね、たらしけもか。いや、そのくるもくるでしけたまけたやんなかい。しもこばらけで、ぬてくるもしこばらけたばらけたらしくもこばらけ。いや、そもねばらけばかでしくもこばらけばしもらたべたべ。ありがとうございます。ありがとうございます。結構溜まってる感じがありますけど、こういうこう発散するってね、いいことでね。まあ、例えば特定の人に対するちょっと怒りをぶちまけちゃった人は、ちょっと言い過ぎちゃってごめんねってことで、笑いヨガの中ではね、こうやってね、耳を押さえたり、こうやってクロスしてね、これで、あ、ごめんなさいねって、これがごめんなさいの合図らしいんですね。だからちょっと怒りすぎちゃったなって人はね、こうやってね、あ、はにゃかしらまたこたえな。ねっちょろこぶか、あかばか、あてばちょっと、あごてばばして、あごぶけり、あゆべちゃー、謝っておく。で、ちょっとこの、さっきちょっと、怒りすぎちゃってごめんねって謝ってみましょう。で、あ、ちょっとこぼこらまたくべれ。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 あ、ちょっとこぼこまたくべれ。あ、ちょっとこぼこら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 またくべれ。あ、ありがとうございます。もうこれ、まあ、謝っとけばね、怒りすぎた時は謝っとけばいいわけですね。怒りと謝りを、こう、うまく、やるとね、結構日常生活でもね、怒るだけ怒ってね、あ、ごめん、ちょっと怒りすぎちゃって、ね、ちょっとイライラしてたんだよね、みたいな。ちょっとね、謝る練習もね、しておくといいですね。さあ、次はちょっとね、怒りすぎちゃって、あるとこの、こう、帰ってこう、悲しくなっちゃいますね。悲しみ、もう涙が出るぐらいの悲しみをね、ジブリッシュで表現してみましょう。ああ、すごい。からまけたいね。ああ、ま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 からまけたいね。もう悲しみも通り過ぎるとこう、もう絶望ね、絶望感で、あばあばじゃらまたばからばけあねべけれじゃらまたあばかあまけれしまたばらごぼけれまたべれしゃらまたあねむころがばかれしゅあむころむけれあねじゃばかたばらむけたれねさあ、その絶望の中にもですね、ちょっとこう、ささやかな幸せ、小さな幸せがね、見つかりますね。例えばもう、嫌だな、もう辛い、もう人生辛いなと思いながらも、道端歩いてたらとっても綺麗な花がスッと咲いていて、あ、花のこう、咲いてるのを見て、あ、そうか、春は来るかもしれないな、みたいな、ちょっとこう、兆しみたいなもの。あるいは、ちょっと仲のいい友達から、メールの知らせが来てね、お前元気でやってるかとか言って、あ、俺一人っきりじゃないんだよな、みたいな。そういうこう絶望の中からも何かちょっとこう小さな幸せを見つけた。それをちょっとやってみましょう。はい、どうぞ。ああ、負けっぱらな、ぱらな、ちょっとばらけた。はい、しょろもとばかたかれれ、しょろもたけたれな、やっぱ、しょろもとこぼころめたぺれや、ちょっとまだばかたれれ、やっぱら、ああ、やっぱらばちょっと、しょろもとこぼころめたぺれや。
ジャレジット、そしてだん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 ね、そういった幸せが重なっていくとね、今まで自分がずっと苦労してやってきたこととか、いや楽しくてずっと続けてきたようなこと、もうあこんな夢叶うのかなと思いながらもう続けてたその夢がだんだん叶ってきてね、喜びに変わってきます。はい、じゃあ、喜びの表情、もう少しね、ちょっと体中で表現しましょう。喜びです。わーお、やっともっと頑張らなきゃ。ちょっと、動きまくってて。わー、一緒のこと、やっぱり動きまくってもいいですよ。あー、頑張らなきゃ。それはもう今までずっとね、ずっともう、あの小さい頃からの夢ですよ。もうずっと小さい頃から夢が本当に叶いました。夢が大爆発するような感じでいきましょう。いきますよ。はい、ドバーン。やっちゃった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 やっちゃ
そこにこう意識を向けて、それをこう鍛えておく。例えば、強い音でも、おいぐらいしか出ない人が、おいとかいう、ね、そういうこう、強い声が出せる人は、強い声から小さい声の幅。だからさ、そういうことだったよね。なんだとか、この幅があると、その幅をこう、いろんな強い、こう、つ、あの、強い弱いの幅が広い人は、それをこう、だんだん伸ばしていけば、それをこう、自分でこう調整すれば、いくらでも表現できるようになるんですね。あるいは高さですね。声の高さ。割とこの声の高さを、もう大体同じ高さだけで喋っちゃう人がいるんですけども、ね。わかります？んなこと言っちゃってみたいな。この肯定ね。肯定も意識的にこう肯定をつける。あるいはこうスピードですね。とか、間。ね。ゆっくり喋る人が間があるってわけじゃなくて、早口に喋る人でも、バラカチクルモコバラスケバ、デペクチクルモコバラバキペ。デバラカバオブゲルスコマスカマラバキチクモコバラバチクパク、ニペクラバチクパカパカバケデペ。デペケセンドボカラバケペ。みたいな、こう、間を、開ける、開けない。これでも全然ね、雰囲気が変わってくるんですね。じゃあね、ちょっとこれをね、さっきの、大きさに意識しながら、じゃあ、驚きの表情ね、大きい小さいを意識しながら、ちょっと何かまた、部屋にあるもの、壁とか家の構造でもいいですから、大きい小さいを意識しながらちょっと表現しましょう。はい、どうぞ。うわっ！わあ、もう、てうれーー、たぱらーちゃー、らちゃらちゃいや、パラガー、そうなんだって。いや、もう、もうから、まけ、パラ、なんか、パラ、まけ、しゅん、まけ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 、
やっぱね、一緒からば、やっぱありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、今度は、高さね、声の高低を意識しながら、じゃあ、そうですね、怒りの感情ね、を、声の大き、高い、低いで表現してみましょう。はい。いや、まあ、賢者なことからな。そうなのか。え、やっぱ聞き入れることがある。じゃあ次はね、まあ、速さと間ですね。まあ、テンポですね。速さと間に意識を向けながら、じゃあちょっと、ロマンティックな感じでね。ロマンティックな感じ。を表現してみましょう。ね、バカちょっと待って、かなでけって。ダメ？お化粧もこれ、お化粧のどこからもたまる。ピーロレッシュ。みんなよ、おいしそう。なお、バケレベッシュのどこかたたる。ああ、もうこれもけたたる。どこかおいしそう。バケレベッシュのどこかかって。ああ、いい感じですね。いいですね。いい感じになってきました。じゃあ、まあ、この辺のね、大きさ、高さ、速さ、間。ね、こういったものに、今度ね、一番最後はね、音色ですね。これは、もう、こんな雰囲気で喋ってみようとかね。例えば、天使様。天使様になったつもりで、その、まあ、世の中の平民さんにね、何かこう、ちょっと、天使がアドバイスをするみたいな感じで、じゃあちょっと天使のつもりで喋ってみましょう。あもかもかペッションのパクパクペッション。あちょっともかぽこ。いやっしょ、のもかぽからまたペケネちゃう。ねぽこからまたペッションのパクパクネバ。おもかぽからねちゅうのパクパクペケネネちなもかぽけるべし。あやぱらや。いや、さあ次はですね、はい、悪魔です。悪魔になってみましょう。悪魔になったつもりでね。はい。
バグメチネムト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 バグメチネいい感じですね、いい感じですね。なので、ある程度こう口が動くようになってきて喋れるようになったら、この声のね、ご要素をちょっとイメージしながら、トレーニングしていくと結構いいんですね。まあ、ジブリッシュっていうのはね、言ってみると、本当デタラメな言葉を口にすること。もう口から出まかせ語なんですけども、まあ、随分、もう本当、何年も昔から、デタラメ語っていうのは使われてきたんですけども、今、主に使われてるのが、演劇界でよく使われてます。演劇界で。ね。表現力を磨きたいっていう時に、例えば、俺は君のことを、この10年間ずっと愛してたんだよ。会えてよかった。なんていうね、言葉あるじゃないですか。これって、この10年間とか、君のことをずっと愛していたんだという言葉が、もう本当その、すごく意味をなしちゃうので、あまりこうその言葉を意識しすぎちゃうと、それ以外の表現力っていうのがだんだん弱まってきちゃって、もう本当こう、言葉に頼りすぎて、とか声の肯定とか、ニュアンスが全然出ない場合があって、よく監督さんが、お前ダメだ、もう一回やれってことは、もうダメだ、じゃあもういいや、でたらめな言葉で喋ろうとか、もうちょんぱらかぱらびしけぺとんぽうぺーで喋ろうとか、とか言われちゃうと、もうその言葉にはもう意味がないから、どこで表現するかっていうと、その本当何十年も昔からの、自分のこの、歴史というのを、こう込めながら、表情とか口の動かし方とか、さっき言った声の要素とか、ああいうのも全部ひっくるめて、なちゃばかっぱ、ねんぺれけぺちゅんとろ、ぬばかっぱかべ、みたいな感じで、表現すると、実は言葉を抜いちゃった方が、いい表現ができるっていうことで、よく演劇界ではジブリッシュ、でたらめな言葉で、これを表現していきましょうということをよくやってました。演劇界でこのジブリッシュって残ってますね。そしてもう一つジブリッシュってデタラメな言葉でこう喋っていくと、皆さんもね、今デタラメな言葉で喋ってる間は、ああ、今日の昼ご飯何しようかしらとか、さっき置いてた洗濯物どうしようかしらとか、あんまりこう余計なこと考えないんですね。もう言語を動かすののっていうか、意味のある言葉を動かす部分が働いてると、デタラメな言葉って喋れないから、割と頭が空っぽになるんですね。なんか、その頭が空っぽになる力を使って、その瞑想っていうものに使ったり、する、ものをジビリッシュ瞑想っていうのが、インドの方で発達している。この瞑想に使うパターンと、演劇界のこの表現力を磨くっていうパターンが大体主なジブリッシュの使い道だったんですね。で、実は、まあ、今私たちがよくやってるのは、ジブリッシュでコミュニケーションを取ろうっていう、まあ、試みなんですね。で、これはね、笑いヨガっていう、まあ、インドのマダンカタリア先生が、もう、作り笑いで、もう、健康になるっていうことで、笑いだけでこう、コミュニケーションを取っていく。まあ、笑いでいろいろなことを表現していこうっていう。で、その方が実は昔役者になりたくて、ジブリッシュを勉強してたことがあるんですね。じゃあ、このジブリッシュを取り入れて、いろいろコミュニケーションに使ったら、すごい笑いも、なんか、爆発するんじゃないか、楽しくなるんじゃないか、ということで、広がってるのが今、笑いヨガの中で、ジブリッシュっていうのが一つ広がっていくという。他との、違いっていうのは、このジブリッシュをコミュニケーションの道具に使っちゃうってところが、まあ、大きな違いなんですね。ね。で、じゃあちょっとね、最後はね、ジブリッシュでコミュニケーションを取る練習をしましょう。ね。そのためにはちょっとね、準備体操ですね。もう私がやる動きをね、ちょっと皆さん真似してみてください。ね。もう最初言葉使いません。もう動きだけです。
ありがとうございます。今度は少しね、言葉を入れますよ。はい。ナラマカプチジャースポジャースポナンパラペナンパラペポーシャンチャポーシャンチャ。あ、いいですね。じゃあね、じゃあ今度は八重さん何かやってください。それをみんなで真似しましょう。みっちゃらほっちゃらけみっちゃらほっちゃらけ。あ、いいですね。はい、じゃあゆかさんお願いします。何でもいいですよ。ハラハラハラペ。ハラハラハラペ。あ、いいですね。はい、じゃあかずきさん、かずきお願いします。タラペラピャン、タラペラピャン。チャラッピラッチャーチャラッピラッチャー。はい、トヤちゃん。はい、じゃあ、トンペラペラのペ。トンペラペラのペ。はい、フキちゃん。ガジョガジョガジョバ。ガジョ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 バ。ちはるさん。あ、プロカ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 。はい、チャチャさん。アンドロベラドゥッペアンドロベラドゥッペ。はい、あやめさん。ボンカラキューゴールカルボーン。ボンカラキューゴールカルボーン。はい、おむちゃん。おむちゃん、おむちゃん、おむちゃん、おむちゃん。はい。おもちゃ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 。はい、いいですね。はい、じゃあ次また渡してきますね。僕らのちょっと僕らまっかー。ああ、僕ちょっとのかパー。ああ、僕らのちょっとのかー。やあ、じゃらかっちょろのちょー。やあ、だらかっちょろのちょー。はい、ありがとうございます。このね、相手がやってることをそのまんまともかく真似しちゃうっていうところが、言語を使わない中で、相手が今どんな感じなのかなっていうのを、こう、身につけ、どういうかな、察するのには、相手と同じような表情とか、相手と同じような動きをすることによって、相手が、今どんな感情なのかなとか、を、こういう、わかるのにいいんですね。例えば、赤ちゃんとお母さんとのね、こうやりとりなんかでも、赤ちゃんが、いえいえ、めんど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 めな、こう、今どんな感じなのかなというのをこう、知ろうとすると、相手の表情とか言葉とか声の高さとかその低さっていうのを、こう、真似することによって、こう、意識しようとする。だから、ジブリッシュコミュニケーション、ジブリッシュでこう喋ろうとするときは、相手が今何を喋ろうとしてるのか、だからちんぷんかんぷんな言葉だからわからないんだけど、相手がどんな表情で、どんなニュアンスで、どんな声の強さでとか、喋ってるのかと一生懸命聞いて、それをもう、真似できるぐらい、こう、頭の中に染み込ませると、なんとなく、あ、こんなこと言ってんじゃないかなっていうことがわかるんですね。じゃあね、ちょっと、じゃあジブリッシュで会話をしてみましょう。で、会話をつなげるときのコツとしては、一番最後の方に何を言ってたのか。例えば、アバラ、シュンツロモクペケレレ、チロ、ネッパラか。おお、ネッパラか。シャタカオモクペレレ、シューマトカペデ、チャラモクペケ、ピンポ。お、ピンポ。あ、ピンポラバティシューマトパケペ。みたいな、こんな感じで、相手がこう、最後の方で喋ってた言葉を、ちょっといただいて、それにつなげて何か喋ると、会話っぽく見えるんですね。じゃあちょっとカズッキーと僕と喋ってみましょうかね。おー、カズッキー、ナチュラムコロムケペ、ちゃったら、ネペロピラバ。ネットラピーパラ。あ、ポピタラワテルバテルバタラタッタバラバテルバラチバラ。あ、チバラもケロマチェなんだったっけ。ナチュラ、コロムコペ、サンチャラポ。おい、ペーサンチャラポタバラワテルテルペテテタラワテルピラペテバラプタラプキヨ。あ、ピアーナ、おもからな、そのまたけ、ペチェーネ、ベッタ。みたいな感じで、
なんかこう、喋ってるような感じがね、できるんですね。なので、じゃあちょっとね、これからの、オリンピックに向けてのね、コロナ対策に関して、ちょっと話をしてみましょうかね。もう私がじゃあ、ちょっとずつ、もう一人ずつ振りますので、それにも適当に答えてみてください。ね。オリンピック、これからコロナの中でやっていくにはどうしたらいいのかなということをね。じゃあ、まあちょっと、まあ心の準備もいるでしょうから、八重さん、ゆかさん、かずき、とやちゃん、ふきちゃん、ちはるさん、ちゃちゃさん、あやめさん、おむちゃんの順番に、ちょっと僕が振ってきますのでね。だから私が、例えば八重さんに喋ったら、八重さんは僕に喋って、もう一回八重さんに返して、僕がもう一回、喋るという、そういう流れでいきます。では、いきますよ。もちろん、もかぱら、やえさん、なば、コロナ、まきしろ、もかぱら、けぺとのすこのもとばか、ピラは。コロナ、まかかけたら、ピローナ、むむん、まりわりくりきったら、ピッタ、ピッタ、ポッタ、ひっかかりきっか、ひっか。おい、ひっか、まかちろもとばけ、ねちろもこぱかべ。もちか、もちかもかまいめいめ。ヒヤヒヤ、ホヤホヤ、フラフラ、メタメタメタ、みんな、ホッ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 。ホッ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 ブッペ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 ああ、トヤちゃん、あなたこのもこばかれおからまきから、つけつけのまねした、ごじゅんで。おう、ごじゅんずくめたけえね。あたら、いしのつ、とのごとばかたらねしえね。たらしめんねえ。こんてつけのまねして、どじゅんもらえて、いころもらんで、で、きじゅんくろにもらえてして。おう、レジしてな。あ、よしゃ、あなたかてめれ。ああ、ふきちゃん、あつこのもこ、なぷけらけちん、ねえ、しゃらか。なったら、ピキリズムとこ、ウケラメン、タラバ。パパで、ジャカジャパン、ジャカパジャキとパアジルパーでゲアイスの、なってるけど、そう。あ、そうか、ジュカパ、あ、ジュカパ、ジュンパーとパーチャー。あ、パーチャー。あれ、シャーのモケベ、ネチャー。あ、チャルさん、ノムカ、ネチュロモコ、シュツルカメタ。ネチロ、今度出てるよ。おー、なんだろう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 。あ、ですから、またまだ一緒に飲むとか？え、ちゃー、またまけべね、一緒の、抜ける、一緒の子ばっかだから。あー、おー、おー、あいもんだわ、なんだろう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 、またまだとあってきた？あ、そうするとだれな、なしゃでしゃのなけてめねえでしょ。ちゃちゃさ、のこもからまた。のこまた？え、だろこじゅ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 。あ、かたんぱこじゅじゅじゅからぺしこじゅっぽ。おお、じゅっぽれめて、なしゃたか？なちゃら、きゅけのもとっとぱらげぺってだ。パラゲットビオダブルドド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 おはやじゃあ、そのものけべて。じゃあ、おむちゃん、あけべれ、しょのもとは？はいしょーさ、パー。はいしょーさ、パパ。パーでげんぴー、ねちょ、ねたかなか、ゆべしょのもこば？
有什么话要八卦啊？不是我话哈，我话还是我不是哈，别我话哈，你说话哈，还说话。はい、しょうがまかったらやしょうね。やっぱ、さあ、ここからはもう適当に、もう次の人勝手に当てていきますね。だから当たった人も好きな人にポンと最後振ってくださいね。例えば、アマネチュンのモルカルナンバテ、ネモロチョトポコネパ、カズキ。ブラカチュペ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 やえさん、はしはり、ペネカニハユキさん、あ、ユキさんはいません。ユカさん、ユカさん、おかげで、ユカさん、おむちゃん、ハロボサ、ハイショラワザワワイドハイウォーハイザ、ハイウォーサ、アンドフィンシュウザ、ハウォーチャチャサン。おほーザーダーパンド、ソーダーパンピンフー、ディデデルガラパートキちゃん。あ、カタコパチャパタタカパティタト、パタタパティタトヤちゃん。おう、なんて聞いてるばらした。かわいいけどばらにね。なんて聞いてるばらって言ってたらばらやるものさ。じゃあ、あやめさん。わあ、お前やからからやるもの。あんまりほら、あそこならどうもなぶなぶや。うん、よー、あちゃん。いや、よしうまからまったけ。ねちは、しゅるむくぱ、ねぱ、ちはる。ねぱ、ねぱなの。あっちあげたきたきた。めまままま、すりほりはいはり、かずきさん。たらかて、ペテラカチ、ペテラカペチ、テルバチ、ペテパラペチラカテ、ペテパリペチャ、カパチャリチャワチャ、フキちゃん。あたかてとパカテラテテテテパティテタパチチャ、トヤちゃん。おお、じゃあ、できるまらせつけてもらえよ、きゃんときてもらえな。ねにけって言ってもらえよ、ねえ、ちゃちゃさん。おお、だけど、ちょっと、あめちゃくるぞ、がらんばちょっと、ばらちょっと、てくちょっと、ちょっと、ちょっと、てけんらんばちょっと、いやいちゃん。はあ、あ、めちゃくちゃ、ファイファーン。ケッタラビー、クリクリ、オリハリハー、ジハルさん、オリハリハー、おー、セテラー、アカンザー、アヤメさん、あー、マイヤカラビアー、アビボーラテキココフデビビデ、トンピアラカー、トヤちゃん、여러분들께서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 パテラカパチ、パテラパチ、パテラカパチ、パテラパチ、パラカパテラパチ、パラカパチ、パラカパチ、パテラ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 パチ、パで、あの、ジブリッシュコミュニケーションのいいところは、言語があると、相手の表情とか、動きとかを見ずに喋っちゃうことが多いですよね。もう言語が入ってくるから、だいたいそれで意味が分かっちゃうから、ああ、ご飯、
美味しかったよとか言っても、相手見ながら、美味しかったよなんて喋らないんですよね。だから、ジュビリッシュだと、こうやって相手がどういう動きをしてるのか、表情をしてるのかっていうことを一生懸命見ようとして、その人が本当にこう何を伝えようとしてるのかを一生懸命見ようとするっていうところが、他の言語を使ったコミュニケーションにはない、コミュニケーションなので、割とジブリッシュでしばらく喋ってると、なんかこう、その人の、なんか本質というかね、なんかあんまりこう、長く喋ってるわけじゃないんだけど、あ、こんな人なんだなと、こんなことを表現したい人なんだなというのが、なんとなく分かってくるという。だからこう、人と人との関わりをすごくこう、強めてくれる。そういうこう、ツールでもあるんですね。まあ今日はね、初めての方も、おられましたけども、もう喋ることもできるようになったし、こうやってコミュニケーションも取れるようになったのでね、ぜひまたこのジブリッシュを楽しんでほしいなと思います。これでまだ物足らないという方はですね、この後、ちょっと、ID は変わるんですけども、笑いヨガ中級編、ジブリッシュを楽しもう、そちらの方もありますので、千春さんもね、ゆかさんももし時間があれば、引き続きそちらの方にも、チャンネルを変えて参加してほしいと思います。どうもありがとうございました。またね、ナチュラルもここまでで、ナチュラルもここまで、中のもとを取り持ってたら、やったー、やったー。